前回の動画では多大なるはしゃぎっぷりをお見せし、誠に申し訳ありませんでした。とでも言うと思ったかっていう感じで目を開きましたね。はい。誰かが呼んでる？部屋が暗い。ここは塔の中？何か思ってたよりもすごく暗い。ねえ、太陽はどこ？食べられました。ブルーホス、太陽がどうなってるかわかる？今はね、だいたいね、40度弱くらいの気温で照ってくれてますよね。毎年太陽が近づいてるんですかね？ブルーホース？いる。ブルーホース！目が猫になってるよ。大丈夫？ちょっと、ブルーホース、何か、さっきからね、ずっとベラベラ喋ってんだよね。ブルーホース！何が起きてるの？俺にもよくわかんない。呼吸が苦しい。ちょっと待って。アイテム選択肢。アイテムなし？トラベルも使えない。メモ。久々に見ましたよ。設定、見てどないすんねん。あのね、俺の方が不安なんですよ。暗い世界に急に放り込まれて、上に行こうが、左に行こうが、下に行こうが、右に行こうが、いつまで経っても水をチャプチャプするだけで、ほんで、操作メニューを開こうと思ったら、メニュー操作を急にやろうと思ったら、全くですね、元の画面に戻れなくなったっていうね、わけがわかんない。とりあえず上に向かって歩いていったら、まず、カンナが出てきて、次に芝が出てきてんで、誰だっけ、キフコが出てきてんで、ワタルーが出てきて、最後にシゲルーが出てきて、それはグリーンバージョン、レッドバージョン、ブルーバージョン、ピカチュウバージョンだったんですね。待って。本当に無限ループって怖くね？なんで永遠にさまよい続けます。2個？なんでそんなに堂々と歩けるの？前が真っ暗で全く見えない状況だったら、本当に気づけば普通に目つぶって歩いてるのと、なんか見つけた！騙された289円のメロンジュースじゃなく、嫁さんが買ってきた158円のリーズナブルなメロンジュースを飲んでチャレンジします。いきます。怖え。優しい。こんばんは、ニコ。こんばんは。おめでとう。君は今塔の中にいる。今、ミーに話しかけてるの？その通りだ。でも、前まではいつもブルーホースに話しかけてた。今、どこに？俺いない存在にされてる。マジか。じゃあすいません。今から喋ってる人間は、誰かということでお願いします。君に直接話しかけるほかなかった。じゃあブルーホースはいなくなっちゃったの？こんな急に。その通りだ。本当に亡き者にされてるよ。これからずっと？その通りだ。じゃあこの実況してる声は一体誰なんでしょうね。もういいよね。ブルーホースは死んだのかな？ブルーホースは死したのかな？そして、2個まで。さあ、休むといい。やばい、ホラーゲームだこれ。目が覚めると家に戻っているだろう。本当に？でもどうした？もっといろいろやらなきゃいけないことがあると思って塔のてっぺんまで行くのかなって、太陽を置くための場所があるのかなって思ってた。なのに今は太陽すら持ってない。それ暑いからね。しかもブルーホースはいなくなっちゃった。こんなのおかしいよ。いや、よくやってくれた。君は世界を救ったのだよ、ニコ。嬉しくはないのか。輪はなかった。それは嬉しいけど、でもなんていうか、急なシャットダウン、サーバーが落ちたのかな。これ本当に寝ていいの？いや、絶対なんかこう進んでいったら、でまたパソコンがいやそんなことはない、そんなことはない、そんなことはないね。進む。普通に今ゾクッとしてるわ。じゃあ本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。ブルーホースにさよならって言えなかったな。これって皆さんに見えてるの？見えてないですよね。急にね、パソコンにね、脅しの言葉が来てる。読みますね。ブルーホース、君に関してだが、ここで終わりだ。殺される。やばいやばいやばい。現実世界で。やばい。このセリフって、やばいよ。シンプルに怖すぎるよ。今までやったバイオハザードよりもずっと怖いよ。この世界には、二度と戻ってこないでくれたまえ。待って、画面が急に暗くなったよ。ああ、怖え。やっぱり怖え。何？皆さん今2個寝てるだけの画面が映ってるように見えるでしょ。これね、後ろ見たらね、超怖えセリフがあるの。読むね。まだ終わりじゃないぞ。存在が何を言ったか知らないが、この物語には続きがある。ドキュメント、My Games One Shot。この記号を探してくれ、クローバー。それを開いてからゲームを再起動するんだ。また会おう。怖えよ。パソコンが呪われてる。ドキュメントの中のこれか？違うね。一回ゲームを閉じるみたいなので、じゃあ、とりあえず、スクリーンショットを撮らなくちゃいけない。で、as long as you can die って書いてあるんだよね。違う。そんなことは書いてなくて。ごめんなさいね。なんかいろいろ、動いた。ごめんね、皆さん。一人で勝手に騒いでてさ、もうね、疲れた。シンプルに。心臓に悪いわ、このゲーム、本当に。まあいいや、とりあえず、なんか麦をね、ギュッとしてるんで、まあ進めていきましょうか。ニコ！あ、振り向いてくれた！かわいいね、君。ただのロリコン野郎じゃねえか。はい、お前いんの？っていう感じで、こう、見つめてきてね。あ、おはようございます。誰？ブルーホース？今の神様なの？ちょっと待ってね。ブルーホースと神様が同一人物なのか、別々の存在なのか、未だによく分かってない。同一人物なの？俺は神のはずだよね。うん。ゴッドだよね、アイアム。そっか、まだいないんだね。お、アイアムゴッドだって。ちょっと待って。はい。あれ？ポケットの中に。ポケットを叩けばビスケッツが一つ。こんなとこに何か入れたっけ？何か入れた。クローバー。クローバーが、光ったり閉じたり、光ったり閉じたり。こっちは今いけない。じゃあ、ちょっと待ってね、メロンジュース飲む。もうこれ今、皆さんに全然関係ない話で、これ夜中なんですよ。夜中にこのテンションで喋ってるってね、もう嫁さんにも迷惑、隣の家にも迷惑、でも俺はやる。呆れられてる。ついにパソコンに呆れられてる。まだいたのか。ニコ、なぜ君がまだここにいる。お前ごめんなさいね。これ 100% また皆さんに伝わらないんですけど、急にまたパソコンのいたずらで、お前かーって言われてるんですよね。はい。ブルーホース、なぜ戻ってきた。近づくなと言ったはずだ。さてはお前、私がこの物語を中断するつもりだったのを知っていたんだな。もっと私を利用したいんだろ。おい、そうなんだろう。いいだろう。ここから去りたくないのなら、永遠に出られないようにしてやろう。どこでもドア。あ、なるほどね。今から、キャーニコちゃんのエッチーっていう画面に行くやな。お邪魔します。はいはい、もうこうやってもう永遠に出られない世界に行っちゃったんですね。クローバー消えてる。いや消えてねえ。じゃあクローバーをなんかどうもうなんかなるほどね。でこれでもうわけわかんなくなっちゃった。これなんかはい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 。でこれで永遠にさまよい続けるってやつですよね。これわかるでわかるで。ドラゴンクエストモンスターズセリーのワンダーランドに出てくるね、ダークホーンだっけ、ダークホースだっけ、違う、ダークホースじゃない、ダークホーンって牛の敵がいるじゃないですか。あいつが出てきたところも、ある一定の進み方をしないと、永遠にたどり着けないってやつなんですよね。で、それと同じような気がするから、例えば、上行って、左行って、左行って、右行って、次に進むとか、そういうオチなんでしょうね。さっぱりヒントがないからわからん。どうしたらいいの。マジか。こうなんかクローバーになんかないの。クローバークリックしたらなんか出てくるとか。でもさっきからピカ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 光ってさ、お前クローバーって普通さ、緑色になってさ、だんだん変色しててさ、ついになくなるっていうオチじゃないの。ここにどっかヒントないの。実は後ろを見てみたらまたなんかあったりしないよね。しないよね。ちょっと待ってね。まだ終わりじゃない。存在から、この記号数、それを開いてからゲームを再起動するんだ。またおうって。これ文字だけですもんね。これ関係ないよね。これ多分、なんかその進み方とかっていうのがあると思うんですよね。ちょっと待ってね。それについては謝る。師匠まで危険にさらしたくなかったんだ。君は何を言ってるんだね。これを合わせると光る。ちょっと待って、これをちょっと待って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 、上に進む。でこれをまたこれに合わせると何かが起こってるんだけど、ちょっと待ってね。これちょっと待ってね。これでまたちょっと待ってね。存在は自身の訴状を知ったものの口封じをすることがある。俺殺されんじゃん、やっぱり。永遠に殺されるオチじゃん。ちょっと待って。で、進みます。で、また道が変わった。はい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 。で、ちょっと待ってね。残念ながら私の近い友人たちがそういう目にあった。殺されてんじゃん、友達。で、ちょっと待ってね。これで、今、右に進みなさいってなってるんですよ。で、進みました。で、だが心配するな。存在は君には何もできない。どっち？殺すの？生かすの？で、これ左が空いてるから、今度また左に戻るって感じなのかな？で、ミスったらまたこれ元に戻らされるのかな？ちょっと待ってね。私にも、なぜなら、知らねえよ、なぜならって言われてもね。よっしゃ、下に行きましょう。ほい。で、私は、ちょっと待って。これ怖い。私はすでに、この世を去ったからだ。自分の意志で。待って。つまりは、これって私も、殺されるってこと？あ！なんか違うとこにたどり着いたね。ちょっと待ってね。で、存在は存在するべきじゃなかった人間だもに、三つを。違うよね、違うよね。ちょっと待って、なんか、あ、出たね、もうちょっと。ああ、で、このドアに入りなさいと。お邪魔します。はぁ、もう。で、これ2択で失敗したのにクッパが奥から出てくるってやつだよね。だが、完全な遅刻を持った今、一つ明らかになったことがある。ちょっと待って待って待って。え？これどっちだ？これ矢印が入ってる方でいいのかな？あ、そっか。ってことはこっちですね。ほい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 。で、存在は死を求める。もうなんかさ、急にさ、話が重くなりすぎてさ、なるほどね。これ、矢印じゃない矢印になってるから、すげえわかりにくいですね。うん。で、こっちに進めてなってます。はい、行きます。で、自身の死、世界中の死、姿を持って現れた悪なき欲求だ。はい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 。ドアが増えたところで無駄ですよ。ほい。君はすでに、その傷跡を見てきただろう。まあ、さっきからね、この、皆さんに多分見えてないであろう文字を読みながらね、僕はね、心臓がゾク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 してるんですよ。こういうホラーゲームダメ。本当にダメ。ホラーゲームダメ。そして今、存在は君の進行を妨げ、ほんの数分でも失速させようとあらゆる手を打っている。あ、もうちょっと上。左上の扉ですね。どんどんさ、こう、扉増えすぎじゃねっていうね。で、だが君はいずれ、太陽の光を塔の頂上に届けることになる。必然的にな。これはドアが2つしかないので、まあ、こっちなんだろうね。うん。はい、ほいほいほい。で、そして君はそこで神として世界に最後の審判を下すことになる。俺、何？デスノート手に入れてライトになる的な感じなの？いやー、まあデスノート今一番欲しいアイテムなんだけどさ。で、ほい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 。で、無論、存在は、そこで再び君に接触してくる。こう、いちいちこう合わせなくちゃいけないっていうのがね、真ん中ね。はい。違う！戻っちゃダメ！戻っちゃった、大丈夫？これ。大丈夫だった。よかった。はい。で、続いて、そしてその際、太陽を砕くように君を締め付けるのだろう。まあ、電球なんてね、普段からのバリ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 やってますからね。うんうん。いや、そんな野蛮じゃねえよ。違うって、だから戻るなっちゅうの。あれめっちゃ戻ってんじゃん。あ、そっかそっかそっか。で、ここに行って、で、こうだ。危ねえ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 。すると、世界は一瞬で滅びてしまう。クローバー、あ、これか。ほい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 。一旦下に向けて、はい。で、なんて書いてある？てん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 。あ、ついに、もう君が喋るのはもういいよ、飽きたって言われたのかな。てん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 。あれー、何？ゲームのクリエイターさん、ついに飽きちゃった感じ？ほい。で、こっち。ちょっと待って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 。急に、いや、物語はそこまで単純じゃないですって、急に関西弁になってくるやん。左から2番目のところね。あ、完全に、全然そんなノリじゃないです。物語はそこまで単純じゃないっていうね。すまない。正直、こんな状況で何が正解かわからないんだ。急に物語がなんかもう急展開してきてさ、さらにって。だが、真実を伝えるべきだと。何が真実なのか教えていただけますか？はいはいはい。網目模様がたくさん出てきましたよ。はい。で、ちょっと待ってね。これは何個目や？ど真ん中ですね。はい。太陽は救世主を世界につなぎ止めるものだ。ど真ん中だったので、ここ？ああ、なるほど、そういうことか。こうして、こう、なんかめんどくさいことになった。どうしようかな。どうしようかな。行かなくてよかったのに行っちゃった。で、こうして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 、こうだ。よし。行った。まだ続くのかよ。ちょっと待ってね。太陽が無傷である限り、救世主はそこに囚われたままになってしまう。全部やらなきゃダメっていううち。1、2、3、4、5、6列目まで全部と2列目ってことは、こういって、こういって、こういっからいきましょう。ほい。今ね、6列目までは全部埋めて、で、残りは、全部、2マス、上から2マスずつだけを、踏むようにっていう形になってます。ほい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 。あれ？間違ったわ。ごめん。で、ちょっと待ってね。もし、太陽が砕かれれば、この世界が滅ぶかもしれない。だが、わあ、もうこれ分かりづれえ。ど真ん中だけなんだろうね、きっとね。はい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 。了解。いきますよ。あ、そうだ。ワンクリック。トゥ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 。まだあるんだ。あ、電球みたいな形きた。それが、救世主が帰還する唯一の方法でもある。ね、これどうしよっかな。どうすりゃいいんだろうな。一列か。真ん中か。了解。はい、いきます。だから、ここが抜けなくちゃいけないから、こうして、こうしといて、こう。ああ、やっといけた。皆さんに伝わってよかった。こんな風に終わるなんて思ってなかった。許してくれ。塔の上まで行った。そしてフィラメントも見つけたよ。LED かな？ちょっと待ってね。動けないように行こう。動こう。ほい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 。なるほど。ここにたどり着くまでの迷路。迷路でもない。ほい。電球だ！無事で本当によかった。泣いてるよ。ブルーホースは戻ってこなさそう。俺の苦労を全部返せ。今までずっと God and Blue House が頑張ってやってたんですから。私はここにいる。いつもカヤのことを。違う、ブルーホース？ん？本当に神様なの？てっきりいなくなったのかと。私はずっとここにいた。嘘！さっきあそこで、ちょっと怖かった。そう、ちょっと存在に殺されてました。はい。完全に一人ぼっちだと思ってた。でもそんなこと考えちゃうのって、ミーバカだったよね。次に行かなきゃいけない場所を見つけなきゃね。あと、フルオープン太陽カムバックウィズミー！勝手に光り出したよ。これ持って行った方がいいよね、ブルーホース。眩しい！あ、さっきまでいろいろなんか邪魔してたやつが消えた。じゃあ戻っていきましょう。こっちでだ。あ、おう、元の世界にこれ戻ってってるもしかして。メロンジュース飲む。おー、あの部屋に戻ってきてんじゃん。しかも、あの時と違って荒れてない。スタートと違って荒れてない。流し台だ。おー、戻ってきましたか。で、ここから、ほう。私がサンタだ。出て戻ってこないかな。あ、やばい。開いてるとテレビ画面に井戸が映って白い服着た髪の長い女の人が走ってくる。走っては来ないか。またホラーゲームになってる。ここまで来たか。ふむ、お前の勝ちのようだな、ブルーホース。ならば世界を救う方法を教えよう。仕方ない、世界は救うとしよう。あ、急にかっこつけなくていいですよね。頂上にたどり着いた後、電球を砕き、そして、はい、で、砕くように誘導してくるだろうっていうから、誘導に負けない。ただの冗談だ。お前が、どこぞの誰かから助けを得ているのは知っている。すでにそいつから選択のことは聞いたのだろう。うるさいな。もう俺は俺のやりたいように行きます。うわあ、また出てきた。お前はまだ世界を救うつもりなのか、ブルーホース。なぜそれほど躍起になっている。この世界がどういうものなのかさえ分かっていないのだろう。もう知らないよ。知らない。最初に伝えたように、君の使命は、ニコが帰れるように手助けしてあげることだ。なぜなら、ニコはこの世界の一員ではないからな。この場所で救う価値があるのは、2個だけなのだ。てんてんてん。最後にどうするか、お前次第だな。私は、思い出にはならないさ。もうこの音楽、またかー。これ何、逆らってみた方がいいの？チャンスは一度きりだ、ブルーホース。もし電球を砕けば、ニコは故郷の家で目が覚める。すべてが夢であったかのように。しかし、もし太陽を元の場所に戻すと、あの子はその犠牲の重荷を背負う、肝心なシーン。もういいよ、重荷背負ってもらおうよ。いずれにせよ、ニコには真実を伝えるべきだ。ニコのことを大切にしているだろう。行こう。お邪魔しまーす。登っていきます。結構時間がかかってるね。多分塔のてっぺんまで登ってるんだと思うよ、ブルーホース。ブルーホース、もうね、このパートずっとドキドキしてる。音が怖え。ほら、ついに世界を救うんだよ。そしてこんなこと本当だってわかるんだ。だって神様がいるんだもん。あのさ、俺の呼び方をブルーホースなのか神様なのかって統一して、あとね、今度こそ家に帰れる。早くまたみんなに会いたいな。ブルーホース、大丈夫？あまり喋る。めちゃめちゃ喋ってます。ニコ、どうしたのブルーホース？両方を救うことはできない。この世界と君を。それってどういうこと？君を故郷に返すには。これ電球砕く落ちしかないって。マジか。うん、世界滅ぶよ。そうだな。そんなのやだよ。じゃあ世界を救うとどうなるの？ミーはどうなるの？わからない？てめえそんな無責任なこと言ってんじゃねえよ！あ、そんなキャラじゃないよ、ニコ。ちょっと待って、これさ、音楽と揺れ方とさ、チュ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 って思った。お邪魔しまーす。ほい。ここが太陽のあるべき場所。ここに太陽を置けば世界が救えるんだよね。もしミーが家に帰りたいなら、太陽を壊さなきゃいけないんだよね。ああ、ブルーホース、今、どうしたらいいの？どうするのが正しいの？めっちゃ見んじゃん。ちょっと待って、どっちだったっけ？太陽を戻すと、世界が救われる。で、どっちだっけ？合ってるよね。太陽を元に戻すと世界が救えると。で、砕けば元の世界に戻るんだよね。ということで、ニコの世界に戻るということだな。そんなもんもう決まってんじゃん。俺は世界を救う。あれ？ミーは、ブルーホースの言うことを信じるよ。ブルーホース？何が起きたの？すごく暗いよ。そりゃそうでしょ。あんた、唯一の光の電球壊したんだもんね。何言っちゃってんの。あ！通路の先に明かりが見えるよ。声が聞こえる気がする。ママがミーを呼んでる。ママじゃないんじゃないかな、それ。この壁を通り抜けたら、やっと家に帰れるんだ。雪国。そっか、ブルーホース。ここでお別れみたいだね。ブルーホース、ミーはブルーホースに会えて嬉しかった。今まで、ありがとう。あ、どういたしまし。画面抜けてった。怖い。ごめん。肘打ちしちゃったね。あ、ワンショットお疲れのようです。ありがとうございました。エルザベラスクイズ、マイケル・チャート、カフェ。いろいろ繋がってる。グラフィック、ナイトマージン。KCZU。あの植物オタクのところ、急に暗くなって植物全部枯れちゃった。キャラクターデザイン、ないと、同じじゃねえか、マージンちゃん。明治とジョージのデザイン。カルムスとガルーラ。待って。終わり？はい？とりあえず2個は救われた。世界は終わった。じゃあ、神である私はどうなる？待ってね。最終パート重すぎない？マジか。俺は、なんていうの？存在は存在しないとかさ、人間だものみたいなさ、ストーリー全般世界観構築。脚本はマイケル・ムーアさんですかね。はあ、結局ここのトロッコもよくわかんなかったし、プロデューサーマーク・コンフォーティーさんですね。コンフォッチって何なんだ。公式テスター、ジェイソン・ブラック、シンノーレダ、オメア・オーズさんってめっちゃ読みにくいな。やってみた感想としてはですね、謎解き要素が非常に多くて、こういう、2D のゲームを、しっかりとやり込む、特にパソコンゲームやり込むっていうのが初めてだったんで、すごい、楽しかったなっていう感触です。ただ、プレイしてくれてありがとう最後の最後で噛むっていうね、非常に怖かったなっていうのがありますね。やっぱ、今映ってるここのパソコン。待って、致命的なエラー、救世主が見つかりません、シャットダウンします。これシャットダウンされちゃうの？怖いので、ごめんなさい、もう30分近いというか、この動画だけで30分、多分ね、40分くらいプレイしてると思うので、多分シャットダウンってことが、多分ね、今皆さん見えてないですけど、このゲーム画面が一旦終了するってことなので、この終わり方ってでも続くってことだよね。わかりました。もしかしたら、このパート最後じゃないかもしれないので、また続きがあるようだったら、ぜひ次のパートもご覧ください。もしここで終わりだったとしたら、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。